そっちからずっと私もやってた。今年はですね、天候に恵まれたっていうのが一番なんですけれども、霜の降る被害がほとんどなくて、まあ順調にね、品種通りの特性の通りにこう順調に育っていますね。お茶の葉っぱは量は多めに、そして、温度を低くした湯ざましですかね、そういう湯ざましで濃いめのお茶を飲んでもらえれば、本当にここの特徴が出て美味しく飲めると思います。